君のためなら戦0回でもは、アフガニスタンのカーブル出身のカーレドホスセ製ニによる小説、およびそれを原作とした2007年のアメリカ映画。2003年にアメリカで出版され、日本でも2006年にカイトランナーの代で出版された。2007年に映画化され、映画の放題が君のためなら戦0回でもとなり、小説もこれに合わせて文庫化の際に開題された。 なお、この題は、劇中のハッサンのセリフから取られている。原作小説は2003年に発売され、全世界で800万部以上を売り上げた、ベストセラー作品。ニューヨークタイムズのベストセラーリストでは64週間ランクインという、驚異的な記録を樹立した。作者カーレド・ホッセイにはこの作品が、デビュー作である。マーク・フォースター監督により、映画化され、 2007年に公開。第80回アカデミー賞では作曲賞にノミネートされた。1978年冬、アフガニスタンのシュトカブール。12歳のアミールは、ハザーラ人の親友ハッサンと仲良く遊ぶ日々を送っていた。アミールは父母と共に恵まれた生活を送っており、ハッサンは父アリと共にアミールの家で召使いとして働いていた。 恒例のタコ合戦の日、子供たちは二人一組で糸巻きと糸の操作を分担して、匠に糸を操りたのタコの糸を切るのを競っていた。街中の人々が勝敗に熱狂する、このタコ揚げでアミールとハッサンは見事優勝する。しかし、タコを拾いに行ったハッサンは、日頃からハザーラ人のハッサンを嫌っている、パシュトゥーン人のアセフたちに襲われてしまう。 ハッサンを探しに行ったアミールはその現場を目撃するが何もできずその場を去ってしまう。それを機に二人の間には距離ができたまま1979年にソ連によるアフガニスタン侵攻が始まりアミールは父と共にアメリカへと亡命する。2000年アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ。アミールと妻ソラヤのもとにアミールの初めての本が 出版社から届く。そこへ電話がかかり、アミールはパキスタンにいるラヒムハーンを訪れ、パキスタンからタリバン独裁政権下の故郷へ向かうことになる。和日本語吹き替えアミール、ハッサン、ソーラブを演じる俳優には、アフガニスタンの文化的背景や歴史を深く理解している人材を、という監督の思いにより、現地でイメージに合う少年探しが1ヶ月に及び行われた。 スタッフは、現地の学校のほか、孤児院や爆破で荒廃した場所にも足を運んだという。アミール役のゼキリア・エブラヒミは、リセで、ハッサン役のアフマド・ハーンとソーラブ役のアリダ・ネシュとは、あるを通じて出会ったという。3人とも今作が、俳優デビュー作品である。ありがとうございます。